はい、ということで明治安 J2 リーグ第38節、清水エスパルス対ロアッサ熊本さんの一戦、1対0で終わりました。お疲れ様でした。いやー、最終戦と、そして2024年もう締めくくりということで、もうね、今めちゃくちゃこの最後のセレモニーがやってますけども、はい、いやー、まあ今日の試合はね、若干まあまあ消化試合ってところがあったんで、まあ勝ててよかったし、まあいろいろいろんなね、テンションも試してくれたしね、え、まあ原照樹ナイスゴールだったし、はい、サーネも強かったですね。強かったね。完全に最後やばいんじゃないかって前半は思ってたよね。まあ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 、まあ今シーズンの振り返りをね、今日の試合は何と言ったらいいか、まあね、原照樹ナイスっていうところだったんで、いい試合で決めてくれるのはさすがですね。 1-0 が3試合続いたってことなんでね、ねえ、で、ゴンちゃんも言ってましたけど、ねえ、小田選手に、まあ、今年で、まあ、契約更新しないということでね、しないというか、まあ、いろいろあるみたいなんですけど、はい、まあ、まず4年間もいたんだね、ゴンちゃんはね。お疲れ様でした。ねえ、素晴らしい話でした。ねえ。本当ありがとうって言いたいよね。今シーズンにわたり、今シーズンもいたのよ、ゴンちゃんね。残留争いを支えてくれ、降格も経験して、ね、それでも残ってくれて、昇格できなくて、最後には昇格をね決めて、ね、じゃあ栃木出てくれって思ったけどねなんで大きくなんだと思ったんだけど、まあでもそこは感謝したいところです。はい、いや、はや、本当に、まあまあ、いろんなね、あれがありますんでね、本当、どうですか、今年振り返ってみて、はい、最後の、今年最後の AI かもしれません。やっぱりでも、ホームでたくさん勝つっていうのは、いいですね、そうね、いいですね。去年2勝しかできなかったってね、ゴンちゃん言ってましたけども、今年はずっとね、本当無敗、勝ち続けて無敗できて、山形戦だけね、悲しいから負けちゃったけど、本当観客数もどんどんね伸びていって、最終節、その前は売り切れも続出ということで、やっぱりすごい、J2 とはいえ盛り上がってるっていうのは、そうね、やっぱり静岡のこのエスパルス愛、サッカー愛みたいなのすごい感じました、ね、うん、勢いがあるときは応援できる、後押ししたい、そうね、素晴らしいなと思いましたね。勝ち続けることでね、サポーターが見に行こうってなって、まあ言うてね、うん、このまああんま言い方悪いですけど、プライド高い清水エスパルスのサポーター陣のね、ね、心を掴むためにはっていうところなんで、良くも悪くもねっていうところはね、まあね、サッカー王国ですから、はい、今日も1万8000人、ね、J2 だとダントツなんですよね、ね、国立もね、たくさん集まって、そうね、あんなにオレンジに、あんなにオレンジにさせますかっていうぐらいね、パワーを感じましたね、ね、本当に国立ね、嫌だけど、まあやっぱ盛り上がるし、でも成績いやだけど、いやだけど成績良くないんだもんね。ちょっと ね、 本当にね、相性はね、相性良くないし、ずっと良くないですよ。今年どうだっけ今年どうだっけ、なんか今年なんか、あれ引き分け、引き分けだったっけか、ね、まあそんなね、なんかいい思い出がない国立だったんですけど、まあでもやっぱ我らがね、このホームアイスターがね、やっぱ一番ということでね、来年 J1 と J1 ですよ。ね。まあまあまあ、でもね、ここにワンブロックしかないアウェー席がね、来年ね、さっきも話してたけど、ね、真っ赤の集団とか、ね、まあ水色はね、ケイチ君頑張れよっていう話ですけど、ね、ダービーさせてくれよっていうところなんでね。ガンバにね、追いついてね、4点目切られてる場合じゃないぞっていうところなんでね、
ケイチ頑張れ、本当に頑張ってくれ俺らは J1 行くからな、だからお前らは残ってくれよ本当にね。本当に今日はそういうこういう感じなんだよね、あの決まってるから心がホワホワしてるっていうところがあるんですけど、なんかね、うん、ここ数年なかったですからね、こんな気持ちで迎える最終節、ね、だいたい切羽詰まってたからね、この3年間ぐらいずっとヒヤヒヤドキドキハラハラしながらね、まあそれが良くなってね、まあまあいいシーズン終わりで、そしてここで、はい、ちょっとこっちに行かせてもらって、じゃあじゃあじゃあもうね、もう2024年シーズンこれで終わりますんで、はい、来年2025年 J1 シーズンみんなでね果たしてやっていきましょう、お疲れ様でした、じゃあ来年たくさん勝ちましょう、お疲れ様です、いきます、エスポーツ、全然勝つぞ。